はい、こんにちは。こちらね、ジュニア8月ライフスキル自立心ということで3つ出てます。これ丸1、家族に毎日挨拶しよう。これ大事ですね。朝起きた時におはよう、ね、家族ですからね、おはよう、行ってきます、帰ってきたらただいま、おやすみなさい。これをね、伝え合うことで家族の気持ちが一つになります。必ずこういうのをね、やった方がいいですね。だからこれ、私も今シートプレゼントされました。この自立心の挨拶のとこをね、毎日やっていきたいと思います。で、丸2、毎日脱いだ靴を揃えよう。これも大事です。玄関帰ってきた時に靴があっちゃこっちゃいってたら、帰った時に気持ち悪いです。出てく時も気持ち悪いです。だから綺麗にね、揃える、これ気持ちがね、すっきりします。これね、最初ね、多分やるの大変だと思うんですよ、やってない方はね。でもやっていくと、もうそれ揃えてないと気持ち悪くなっちゃいます。ぜひね、このせっかくこのチェックシートあるんで、この期間続けてみてください。これ毎日ね、丸になってるら結構習慣になります。ぜひね、靴を揃える、ぜひチャレンジしてみてください。そして丸3、これ歩行者の方と決めたことをやろう。これね、私は歩行者の方はね、あれなんでね、自分で決めました。この期間ね、私は腕立てと腹筋、背筋、毎日必ず30回やります。30回必ずね、やってこのシートを全部花丸にします。そうすると何がいいかなって想像するとですね、やっぱり体も引き締まる。やっぱりテニスって楽しいのは相手を動かしたり動かされたりするわけですね。その相手に振られた時に、その腕立て、腹筋、背筋やることによって振られても強くなります。こう弱くならない、しっかりとテニスのね、パフォーマンスにもつながるんで、私はその3つ、腕立て、腹筋、背筋、1日30回。でも前、以前 YouTuber の西井さん動画で言ってました、それだけじゃなくて、もしかしたらそれ以上やっちゃうかもしれないです。もうね、それを継続してね、ここの動画に宣言したいと思います。だから私はこの8月自立心、特に丸3強化してやってきます。ご視聴ありがとうございました。